先生、今日もよろしくお願いしますお願いします辻先生は朝型人間夜型人間どちらですか出ましたね僕は完全な夜型人間ですね <laughs> もう朝型にはなれなかったな頑張ってみたけどだ全然ダメ夜型、うん、夜の方がテンション高くなるしあの冴えわたるしみたいな,なんかいろんなアイデア夜に出てくるみたいな 感じだからもう完全に夜型だわもうじもう自分でももう分かるあの自堕落な生活をしていて夜型になってるんですかっていう話はあるけど、はい、<laughs> それ以前にもうもうもう完全に夜型だったな夜型ですね千夏さんは朝型です朝型あ素晴らしいねどうもねあの朝型人間は覚醒のピークが の脳,のね、脳の覚醒するのは午前中に来るんだってだから夜の早い時間帯に眠くなって、はい、で夜明けとともに起きてで朝早い時間にその起きておお朝早い一番いい時間帯が生産性が一番高い時間帯が朝早い時間帯らしいのよ、はい、で夜明けとともに起きるっていうのは苦にならないらしいから <laughs> すごいよねこれがね人口の40%いるらしいよ もうまあほとんど大多数ほとんどだよね、はい、でちなみに僕みたいな夜型寝るのが遅くて起きるのも遅いっていう夜型人間は30%なんだってでじゃあ今合計70%じゃない、はい、残りの30%なんだっていうと残りの中間なんかどっちでもいけるらしいわ、はい、僕はもう完全夜型だな多分芸能人結構夜型が多いんじゃないかなとなんか見てたり聞いたりすると思うけどね、はい お全然ダメだったね。夜型です、僕は。うん、もうね、なんかね、夜型人間って、あのー、どれだけ頑張ってもあの、夜の早い時間に眠ることができないらしいよ。<laughs> で、午前中はまだ、その脳がその睡眠モードのために、その頭がうまく働かないんだって、わかる。わ <laughs> かるわ。で、あれらしいよ。この朝型、夜型って、 なんかクロノタイプで決まるるってて言われてるらしいの、ね、よ、はい、何やねん黒のタ,タイプって意味わからんわって話じゃないきあんまり聞いたことないしわ、はい、かりやすく簡単に言うと DNA で決まるらしい <laughs> 遺伝子だったんだみたいな <laughs> だけど、はい、あのあれなんて夜型人間、まあ、ちょっと僕夜型人間だから、はい、あのちょっとこう、あのー、言っちゃいますと、はい、あのデメリットが2つあるんだって、はい、フォローすると。 デメリット2つあるんだって1つ目何かっていうとあの怠け者のレッテル貼られるんだって <laughs> だって、あのー、社会のスケジュールが要は朝方に合わせられてるじゃない、はい、だって人口の40%が朝方だし、はい、その中間地点にいてる人が30%いてるわけでしょでその人が朝方に合わせることによって合計7割の人が朝方になってるわけじゃない、はい、で残り3割の少数派じゃない、はい っていうことはあの気合が足りないとか <laughs> あの、ね、あの慣れたらいけるよとか言ってこう中間地点の3割の人が言うと思うのよ。であの、ね、朝早く起きたらいいんだあいやいや夜早く寝たら朝早く起きれるんだっていうことを言うわけじゃない。はい、で,でもあの夜早く寝ることができないんですっていう話なのよね、はい、その覚醒のしてる時間が違うからっていう。 話はね、だから夜遅く起きる分には僕は全然平気なのよ。もうあの学生時代とか俺ドラキュラなんじゃないのかと思うぐらい <laughs> 朝太陽が出て寝てで朝であの太陽が沈むとあの起きてっていうでなんかあの太陽のバランスで,で、ね、よく言うじゃないあのその太陽が出てあの朝太陽浴びて起きてとかいうその太陽の出るそのバイオリズムみたいなのがあるから。 あのその夜型人間っていうのはその真逆をやってるからダメなんですよとかなんかいういろいろ話があるじゃない、うんうん、じゃあそれさあれらしいよじゃあ動物にいてたらそのバイオが太陽が浴びないからね動物にずっといてたらそのバイオリズム狂うんじゃないかっていうと狂わないらしいね、うんうん、人間の体内時計はだい大二、えー、24時間やったかなでおよそだいたいらしいだいたい 決まってているらしくて動物にずっと行ってる人も大体この周期があるらしいねあ太陽あんまり関係ないっていう話ね、うん、あのうんそう,そうなんだよほんで,であの怠け者のレッテル貼られちゃうで2つ目が何かっていうとその朝方のスケジュールで社会が動いているせいで夜方の人間は慢性的な睡眠不足状態になるっていう <laughs> 悲しいかなみたいな感じだよねちなみにさ都さん知ってますか 睡眠不足とは、えー、何時間以下の睡眠だったら睡眠不足って言われてるか知ってる3時間以下ですかああそれかなり睡眠不足だよね <laughs> <laughs> 一般的には一晩の睡眠が5時間以下だったら睡眠不足っていうふうに言われるんだって、はいうん、なかなかだよね夜型人間結構きついと思うのはだって朝7時例えばえー 大体仕事ってさ朝8時半からスタートするじゃない、はい、ってことは例えば仮にねあの大阪とかここやったら滋賀県とかだったらさ、はい、大阪行ったり京都行ったりする人を見てるわけじゃない、はい、ってことは通勤時間2時間とか1時間半とかかかるわけじゃない、はい、そしたら朝6時半とかさあの朝5時半とかに起きて支度していくわけよね、はい、夜型人間にとってきついと思うわそれうんだって僕も夜、はい 1>, ね、あの1時とか2時ぐらいにならんと眠くならないからさ、はい、お結構きついなと思うそれ、うん、そうしたら慢性的な睡眠不足になっちゃうしね、うんうん、ちなみにね、えー、睡眠時間が、えー、6時間とか7時間とかを下回る状態がずっと続いちゃうと、はい、免疫機能が衰えてがんのリスクが2倍に増えるらしいよ結構やばいよねとで千田さん寝不足になることってあるあんまりないですあんまりないのか <laughs> なんかね寝不足の時って食欲が増すらしいのよ、はい、僕はねちょっとよくわかんないそれ寝不足の時あのたまに YouTube とか見たらクマができてる時あるのよこれ完全に寝不足ですね寝不足の時ですあの頑張って撮ってるっていう時なんですけど、えー、なんか睡眠不足の時は食欲が増すらしいのよ僕はちょっと当てはまらないからわかんないんだけど、はい、その睡眠が足りないと空腹を感じるホルモンが大量に分泌されて でその逆にに満腹に感じるホルモンが少なくなるらしいのよだからある意味睡眠不足の状態っていうのは太りやすいのかもしれないねそういうホルモンの分泌が変わってくるっていう話らしいからうんまあそう思うと、ね、面白いね朝型人間夜型人間っていうのがいててあの今の世の中は、えっとね、夜型人間には非常に厳しい世の中になっていますから。<laughs> <laughs> でももう僕は今あの、そういうあのサラリーマンじゃないから自由に決められているのであの、まあ、今、大丈夫ですけどあのか夜遅い分には全然大丈夫なのんよ、うん、う全然大丈夫ですだから、えー、午前中、多分創作とかも関わってくるんかなと思う。 朝方人間の人はやっぱ朝の方が例えば広告を作るとかもそうだと思うダイレクトメール作るっていう時も結構テンションが「ハい」の時じゃないとできないからさ、うん、こう作っていくと「ハイになってくるんだ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 なんだんだ睡眠モードの時はやっぱ作れないからねななどうしたらいいか分からへんボケーってなっちゃうからやっぱこうテンションが高い時に作った方がいいものが作れると僕は思ってるので朝方人間の人は午前中やったらいいと思うし夜方人間の人は午後の方がいいらしいからね。 やっぱその辺の差があるでなんで朝方夜方ができたかってわ、はい、かるわかんないですあれねなんかあの一説によるとあれらしいよあのまだ人がそのこう狩猟していたこう原始時代の時って全員朝方人間だったら夜みんな寝ちゃうわけでしょ、はい、そうしたらあの襲われて死んじゃうじゃない、はい、<laughs> 絶滅しちゃうからだから朝方と夜方の人間を分けてその見張り役っていうかそういうのをう分けていたらしいのよ そうすることによってその睡眠の無防備な状態の時間帯を極力減らすことによってこの生きながらえることができたと、はい、ずっと朝方人間ばかりの人間人間と人てっていうか人種はとっくの昔に絶滅ししていいいますう話らしいわ、はい、だからクロマニョン人とか、えー、北京原人とかあの辺の、ね、教科書で習うようなあの昔の原人あれったら進化していったんじゃないらしいよあれ。 あれねあの絶滅した人種らしいよあれ, <laughs> あれ絶滅していってるらしいんですよあれあれ進化していったわけじゃないと、はい、結局生き残っていったのは最後のあの人型の人間人型のあれであって他のこう過去あったあの人間、えー、ホモ・サピエンスっていうのは絶滅していった種,種族らしいようん,うんらしいよ あれだ進化していったあの進化していった絵じゃないらしいよあれは <laughs> 驚きだよねマジでとか思ったもん、はい、そういう意味ではもしかしたらああいう絶滅していった人種は朝型人間ばかりとかかもしれんねもしかしたらちょっとこう猿型の人って言ってるじゃない顔がすごい猿型の人、はい、とかいてるじゃない朝型なんかもしれんねわ <laughs> <laughs> かんないけど <laughs> 分かんないよ、全然分かんない、今適当に言ってるだけだからね、はい、うんもしかしたら、猿とかゴリラとかにちょっと似てる人っていうのは、もしかしたら朝方だったりするんかな、うん、どうですか、ちょっと分かんないです。うん、分かんない、はい、今適当に言ってるだけだから、はい、適当に言うのやめましょう、みたいな、<laughs> <laughs> かもしれんね、分かんないけどね、うん僕はもう完全に夜型ですうん。朝方に、やっぱ成功者って朝方が多いって言うじゃない。はい ねあのー、朝6時半に起きてやりましょうみたいな言うじゃない、うん、倫理法人会とか朝6時半にあるじゃない,い行こう行こうと思いながら行けなかった <laughs> ダメだったね意思が弱いからだって言われるわけよね、はい、その朝方からの人とか残りの30%の人からしたら「なれるぞ」とか言って言うわけじゃない、はい、ダメだったなダメでしたね慣れるらしいけどねまだまだ僕は未熟なので。 ダメなのかもしれないけどそういう朝方夜方の人っていうのを見たときにちょっとホッとしたあ、俺夜方やったんやってあの、<laughs> 俺ダメな人間じゃないんだとダメだダメだってレッテル貼られるじゃない、はい、朝方の人からなんで朝起きれないんだお前ダメ,ダメな奴だなみたいなやればできるぞとか言われるけどできなかったんだよねうんっていうのがあるらしいですだから、えー、あの奥さんも朝方です奥さん朝方なので夜方の僕をよくバカにしております <laughs> <laughs> あの昼まで寝てるのが腹立つとかって言われる <laughs> それも夜中まで起きてるんだけどねみたいな、うん、睡眠時間で言ったらあの昼まで寝てるから、ね、ぐっすり寝てるだろうって言われたら違いますとあの睡眠時間多分僕が一番短いですみたいな話なんだけどでも遺伝で決まるらしいから多分ねうちの長女は夜型だと思うあれ。 朝全然起き,起きれないもんあれで次女は朝方だな、はい、で一番末っ子の長男はあれどっちでもかなでも夜方のような気もするなあれどっちでもかもしれない、はいうん、でちなみにあ,のあれ嫁のご両親奥さんのご両親っていうのは嫁も朝方なんだけど、はい、嫁の両親も両方朝方なのよ、はい そうしたらね朝の4時5時ぐらいに起きて、はい、掃除とかするわけね、はい、テレビとか、まあ、それは別にいい,い,いんですよ、はい、別に全然いいんだ、はい、いいんだけどいいんだけどあのね喧嘩するのよ朝で<笑><笑>いつも夫婦漫才が始まったっていつも言ってるんだけど、はい、いつも何かで喧嘩してるのよ、はい、う毎回最初びっくりしたのよ、はい、え喧嘩してるよとか思ってたんだけど でもそれがね毎回なんかしょうもないことで喧嘩してるのよなんか掃除機の音がうるさいどうのこうのとかもうお前はとか言ってこう喧嘩してるわけよそれが僕はいつもうるさくて寝れないわけよ今から寝ようとする時に朝喧嘩が始まってくるから <laughs> 寝れないみたいな <laughs> 逆よく僕は夜更かしとかした時もそうなんだけど 子供たちが起き出すときに、さあ寝ようとするときに、うん、みんなが起きようとするわけよね、はい、目覚ましとか使って起き,起きようとするから、僕は今から寝ようとするときに、そんなことされると、もう寝れないとかになっちゃうわけね、はいうん、そんなんがあるのよね、だから朝方の人にとっては、それがもう当たり前で普通なのかもしれないけど、夜方にの人にとっては、結構ね、大変なんだよね、夜中にね、取ったりとかしてる、はい、<laughs> 今やってないけどね。 あのこう撮ったりとかこう音声撮ったりとかやってたりとかで夜中の方がねあの静かなのよね。<laughs> 静かだからさ撮ったりとかしたりするんだけど、まあ、そんなちょっと僕の声もこう静かなトーンになってきたりとかするんだけど、はいまあ、夜撮ったりすることが多いので夜型人間はそういうのが助かるんだけどでもね朝型人間にとってはなんかねあの怠けてるとか。 またた昼ままでで寝ててとか言わわれたりするわけでするけよ、はい、まあまあその分ねこう僕はゲームし始めるともう夢中になっちゃうからね僕ゲーム禁止してるんですよ、はい、もう夢中になっちゃってずーっとやっちゃうからでそうなるとあの要は睡眠時間削ってまでずっとやっちゃうからゲ,ゲーム結構好きだからねやっちゃうんだけどねこの前も「あのホライゾンっていうゲームにはまってずっとで <laughs> ずっっっっとやてててましたねあれ面白いなこのゲームって言って自分でやったらあかんって分かっておきながらもあのやってしまうことが、まあ、最後ゲームの話は余計だったかな <laughs> まあそんな感じでちょっと夜型には肩身の狭い世の中ですけどあのまあまあまあその中でもちょっと、ね、自分でやっていったらあ,のあんまり関係なくなりますので <laughs> 朝方、ねまあ、頑張っていきましょうって感じですかね。 知事先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。